はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録・高評価お願いします。今回は大阪府の調剤薬局の事務、2年目19歳の方の給与明細です。仕事内容は調剤薬局で事務をしています。主な仕事内容は、ピッキングや入力、処方箋間違いに気づくことです。必要な資格やスキルは、えー、調剤事務検定を u キャンで取得,、えー、取得しています。 調剤事務は薬学知識と保険の知識がないとできない仕事ですで、えー。勤務時間が1日8時間労働。残業は店舗にもよりますが、今働いているところはほぼゼロですが、前働いていたところは1日2時間の残業が普通でした。えー、門前病院や門前クリニックが閉まらないと、えー、帰れないところも多いと思います、えー。収入が月収で16万、ボーナスは今の会社はないです。 年収はなので200万いかないぐらいですかね。で、えー、薬局の事務をしたい方にアドバイスとしては、調剤実、調、え、剤、ー、薬局事務はやりがいのある仕事です、えー。薬学の知識や保険の知識を今からつけて資格などをぜひ取ってください。えー、で、給与明細です。えー、基本給が13万6千円。えー、職務給みたいなやつが2万四千。 で、えー、手当てで2万、通勤手当てで2万9280円で、総支給が20万816円。そこ,こから控除が引かれて、手取りが16万5952円となっています。えー、今回は調剤薬局の事務員の方の給与明細でした、えー。まあ、はっきり言えば資格なしでもできるんですけど、まあ、資格があってもなくても、 えー、そこまで給料が変わらないっていうのが、えー、現状だと思います、えー。まあ無資格でも手取り16万いきますしまあ資格があった方が、えー、自分自身、えー、知識がとか身について実際働いてみるときに心に余裕ができるのかなとは思います。今回はこれで終わります。チャンネル登録・高評価お願いします。